はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、東山動植物園が80周年ということで家族でやってきました。それでは今から行ってみたいと思います。桜の回廊フェスティバル、動物園もあるよ。ほら、80周年イベント、ご飯でテンション上がるのかな。ロシア、ゾアシス、フレッシュネスバーガーとハクシュー、なんていうの、ムーメンパパ、何がすごいって無反応が続くんです。どうぞ行きましょう。今日、小さいお子さん多いんですが、伝わるかな。横回転、ヘリコプター、そう。おぉ、難しいから早めに早くしよう。いいね、そんな感じ。落としたと思った。今、白い棒2本で操ってるのが皆さん分かると思うんですが、これ、真ん中、白い棒1本だけで、くるくるできたら、すごいと思いませんか。すごいんですよ。そうです。じゃ真ん中くるくるしたら、皆さんでさっきのおーって感じやってみましょう。よろしくお願いします。あまり長くは続きません。練習中、目標時間は 1.5 秒、頑張ります。3、2、1、あ、ちょっと待って、バランスパフォーマンスで頑張っていきます。いけるかな。いきます、乗ります。おー、はい、1回降ります。待って、これどのタイミングでさっきみたいに全員でうおーって来るかなと思いました。なんか全員こんな感じ。もう少し盛り上がった状態でやりたいんですよ。1分30秒で終わる、めちゃくちゃ細かくて不思議な道具があります。やってもいいですか。いいですか。じゃあ行きましょうか。じゃあ僕の得意、一番得意なめちゃくちゃ不思議な道具使います。皆さんテレビとかで見たことある人も多いんじゃないかなと思ってます。下の水晶使います。綺麗だね。地味でしょ。でも浮いて見えたタイミングで拍手をください。いきます。3、2、1、5。見えてる？あ、すごいね、ありがとう。で最初みんなにもう少しだけ浮いて見えるパフォーマンスをお届けしたいです。いけるかな。ちょっと指がかじかんであまり動かないんですが、やってみようと思います。いけるかな。あ、まだ拍手大丈夫だよ。いきません。ここで拍手をしたら初めてです。少しでも浮いてみたらさっきみたいな大きな拍手ダーッていきます。そう、浮いてみえる。ありがとうございます。大サービスで今ダーッと拍手もらいました。下から上に浮かんでいきます。浮いてみたらさっきのバーッじゃなくて全員でおーって感じ。よろしくお願いします。いきます。3、2、1。そう、よし、ちょっと触った。いい感じ。じゃあ先日テレビで紹介された、この前テレビでのこの時に紹介された技いきます。浮いてみたらさっきみたいな盛り上がりね。じゃあちょっと結構元気な曲で、もう一気にメインのバランスゲームで頑張っていきます。よし、いけるかな。じゃあこっちは2回目、こっちは2回目みたいな感じでいくんで、浮いてみたらドッカン盛り上がってください。その流れでバランスゲームいきます。じゃあこっちからいこうか。浮いてみたら大きな拍手で、そう、そんな感じでこっちは2いきましょうか。3、2、1、5。その拍手めっちゃやる気になります。じゃあ一気にメインのバランスゲーム頑張ります。ただね、板1枚で乗ってもみんな結構納得しないと思うんで、大きめの手玉使います。でっかいな。上で頑張ってみようと思います。これ結構乗るのが難しいんで、僕の手が離れた瞬間最初の拍手をください。乗ります。
おお。いきます、やります。紐の長さにご注目。やば。練習中、剣にさせます。よし。おお。グランドフィナーレ、あまり長く乗れないから早めに拍手お願いします。おー、はい、以上です。どうもありがとうございました。自己紹介だけさせてください。今日ですね、東山動物園さんの許可をいただいてパフォーマンスをお届けしたのはパフォーマーの秋谷といいます。現在高校2年生17歳で文章中心に活動します。またどこかで見たら応援してください。よろしくお願いします。簡単に言います、僕は見ての通り大道芸人で、芸人とは言いましても東山プロダクションに所属している芸人ではなくて大道芸人です。最後、帽子を持って待ってます。少しでも楽しいなとか面白かったとか、何か心にある応援のお気持ちがありましたら最後、よろしくお願いします。ほら、さっき、ほら、バイソンおるよ、バイソン。ここ、ここ、ここ、ほら、ほら、ほら。アメリカのね、牛さんだよ、牛さんと。うん。プレーリードッグだって。チンパンジーだよ、さっき、チンパンジー。ゴリラ出てこないな。中入ってみる？出たって、出たって。じゃあ中入った方が見れるんじゃない？おー。あ、ゾウおった、ゾウおった。あ、でっかいお尻。お、でかっ。ワニ見に行く。じゃあワニ行こうか。徳井さん来てるな。あ、あっちにもキリンさんおる。ねえ、どこ？あ、本当だ。こっち向くね。あっちにもいたね。ね。あ、餌だ、餌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 。ほらほら、キリンに餌あげてる。キリンの食事さ、かな、キリンさんがご飯食べてるよ。なお、コアラ行こうか。はい、ここコアラさんだよ。めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い。うわ、あ、来た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 。前行って、前行って、前行って。
それと納豆だ。うわうわ、あれ角がない。はい、こんな感じで今日一日東山動物園で楽しんできました。それではまた次の動画で会いしましょう。バイバイ。